みです。チャンスあやかです。はい、今日の企画は目隠しメイクをしてみたいと思います。イエーイ。企画の内容は私が目隠しをしてこの目隠しをしてマーミの毎日メイクをうちがマーミにするって。絶対無理ですよ。うちは目隠れようと心で見てる。絶対可愛くなる。私の毎日メイクですよ。いや多分いつもより多分ギャルっぽくなって可愛くなると思うんだよ、ね、不思議予想。怖い。なんかいつもあやかさん爪長くて今日この企画結構不安だったんですよ。目の中に爪入ってきたら怖いなって思うんですけど、わりかし短めなので今日ちょっと安心。安心、安心。よかったね、ちょうど落ち着いてる。ギャンギャン的にはちょっとあの編集さんにすいません違う日でって言おうとした。言おうとした。じゃあまあ今日は平気やからこんな感じで、はい、でコスメはマーミのを使っていきたいと思います。じゃあ始めていきましょう。レッツゴー。わー、女性、あの私ファンデーションも塗らないんで下地なんですけど、この下地をねまずあやかさんに塗っていきたいと思います。まつげで本当に何も見えない。どうしよう。怖い。いいよ。え、いいですか。取ったらまつげ取るよ。いいよ。最初にあの下地を出てください。怖い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 。あ、オッケーオッケー。はいはい。これ下地？あ、下地ですね。あ、キャップ受け取ります。どうやった？どうやった？あ、プッシュ系です。はい。あ、それぐらい。ちょっと待って。え、怖い怖い。動かないよね。はい。え、マジで動かない。はい。本当動かない。はい。え、いるよ。はい。いいよ、ちょっと近づけよ。やばい。待って。本当に何も見えない。適当に塗るわ。見えねえから。うん、あ、すごい。うん、やばい。え、これ聞かれたら欲しいわ。え、なんかどんな感じ。おでこめっちゃ塗るじゃないですか。いや、塗りやすいんだ、めっちゃ。頬塗ってください、頬。次は何してるか、眉毛。眉毛私ペンシルで描いてから動かしてやるので、まず最初にこちらペンシルで眉毛の縁取ってください。もう出てる。あ、こっち、あ、こうですね。これでこう、こう描く。出てる、出てる。あ、もう死んでる。もうちょっと、もうぐらいかな。怖い怖い怖い。眉毛はい、どこだよ。はい、こっち系だ、絶対。いいよいいよ。なんか、うん、待って待って待って。あ、それちょっと濃いめのペンなんで、あの、薄く。はい。描きづらいね、こっち。こっちは、ちょっと動きますね、私も。動くね。お前ずるいやろ。そこ気配じゃないです。あ、本当に。あ、そこ、あれ、まぶた言ってますね。いいよ、なんで絶対可愛いから。はい、次にぼかしてください。これをえ、キレットのやつ。いや、これはただの、あの韓国のエチュートハウスのやつです。で、後ろがブラシです。あ、OK。 こ、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 大丈夫だよ、大丈夫だよ。今日毛がある、大丈夫。え、毛がある。あ、あります、あります。あそこは、はい、あります。おう、おう、いいよ、いいよ。あ、いいですね。いいよ。あそこ、こめかみですね。眉マスカラをね、渡していきたいと思います。はい、じゃあね、眉マスカラ。あ、じゃあもうポケット取って、はい、これでもう塗り塗っていきます。どれ、もうある。はい、あー、触っちゃった。こっち。はい、もう眉マスカラ。あ、そこですね。あ、いいですね。いいの。あ、ちょっと、ちょっとついてる。反対側で。あそこ皮膚か、おでこ。こめこみですね。次、アイシャドウに移っていきます。じゃあ、クリームアイシャドウを渡していきます。はい、クリームもパカッて開いてるんで、お手で塗ればいいの。そうです。どこで塗ればいい。まぶたですね。ベタってした。え、結構、え、そこ前に。キラキラ的なのに。あ、これキラキラ的なやつですね。で、次はこちら、またキラキラアイシャドウを乗せていってもらいます。
これ絶対ちげえな。あ、ここそこ今触ったの。いいよいいよ。あ、いいですね。いいよいいよ。反対側も。あれ？はい、オッケー。あ、いいですねいいですね。かわいいね、マジで。で、次が、これゴールドなんで、これを二重幅に塗ってください、ね。目頭とかって目尻らへんのところに。これすんなよ。これは筆で塗ってほしいんですけど。どうして？筆の方がいいですか？手の方がいいですか？あ、ここです、ここです。あ、いいです。あ、いいですね、じゃねえ。あそこあれですね。まぶたじゃない。マジ、筆だと全然わかんないかも。塗れたんですけど、え、これやばくない？え、なんかもうなんかあざだらけの女の子みたいになって。いや絶対可愛いから。え、やばい。これさ、最終的にならば絶対可愛い。途中だからね、化粧は全部途中はキモい。信じますよ、これは。で、次に涙袋を描いてほしいんですけど、これまたこれチップなんですけど、はい、目開けるこれ。目つぶってんだったら無理だろ。何考えても絶対無理やん。顔近いと笑えるんだよ。はい、どんなもんだ。自分と照らし合わせてさ、全く濡れてない。嘘でしょ、絶対可愛い。いやでも途中だから悪いだけだよ。ですよね。じゃあ次に行きます。次は涙袋のこの影。ああ、これダブルラインフェイカーです。二重幅とか涙袋の影を描くペンみたいな。開いてる？開いてないです。あ、開きました。涙袋だね。はい、二重幅はたまにやってます。どっちでもいいです。二重幅もやってる。かわいい。レディーみたいになる予感がするんだよね。可愛いと思った。そうですね。結構、まあ、涙袋はわりかしかけてるかもしれない。そう。絶対うまいからこれ。で、次にアイライン引いてほしいんですよ。はい、これはもうペン2つ取りました。絶対可愛いからね、これは。もう絶対可愛いと思うんだけど。はい、すごいなんかレディースになりました。やっぱり、はい、進化だね。はい、歌手っぽいですよ。なんかちょっと強めの。あ、じゃあ強めギャルになれるかもしれないけど、周りも。そうですね。じゃあ次に、つけまつげ。何この、いりますか？いるやろ。強めギャルになれないかもしれないマーミっていう感じになってて。早く片方、片方ですね。しっかりとまつげにつけてくださいね。あー、すごい。なんかやっぱサイズとかでなんか顔が違いすぎて、なんかこうやった時は強めペットになれるマーミを目指そう。片目は死んでるんですけど、片目は結構強めですよ。次、私の大事なほくろを描いてください。で、これブラック。ほくろ？どっちがいい？こっちです。こっち？はい。いい感じっしょ。そうですね。はい、じゃあ次、つけまをしてからハイライトです。どこに塗る人？結構塗りますよ。手で塗るの？はい。どこに塗るの？あ、筆もあるんですけど。いつもどこに塗ってるの？鼻と唇の上と顎と、あと、あ、ごめん。そうです。
縦とあとフェイス。あ、これ。あ、オッケーいいよ。え、これ。あ、結構凹凸がある。外人風になってきてます。そう、いいよ。うえー。あ、次にあのノーズシャドウ。うめえ。テンション上がっちゃってんじゃん。相当漏れてるってことっしょ。はい。あ、で、これ。ここにこう持って、これ筆ですね、ノーズシャドウ、これケイトですね。え、どうやってやってる人？ここだけ？はい。あと唇の下の唇ぷっくり見せるように。あと鼻の先ですね。これ動くなよ、お前。ズレが動いてるでしょ。動いてないです。はい、次。あ、おお、え、次はチークしてください。ポンポンチークなので、いいじゃん、蓋開けちゃいますね。うん、絶対漏れてるし、相手かもしれないんだけどよ。よし、じゃあ次にリップ塗ってほしいです。え、もう終わり？あと何か塗ってないっけ？あ、もう一通りやってるの？一通り結構やりましたよね。なんかぐちゃぐちゃすぎて、なあのリップこれ、あの蓋とか出てる、出てます。なんかその掴んでんの？唇薄いにちょっとくるる。そんなに私も唇分厚いです。あ、そっか、自分の口じゃないのか。口がいかないから、あ、歯でしょこれ。ね、動かないね、マーミー。ほら。ほら次に、いいよ、もう止めたんでしょ。まあ、見たら。はい、次行こう。グロスです。でもこの無呼吸したとチューしたくなくなりますか？嘘。よし、かわいいっしょ。え、これで割りかし終わりですよ。ただもうちょっとチーク濃くした方が可愛いなっていうのはちょっとあります。じゃあ貸して。はい、オッケー。オッケー、ありがとうございます。はい、じゃあ一通りはこんな感じで完成しました。なんかさん、今の時点で結構自信ありますか？いや、あるよ。うちの強め系レディーバーみたいな。そうですね、結構。さあ、行くぞ。じゃあ、私の顔見てください。ひどいね。見てください。歯に唇。これ見てください。おばけの球体。ここ見てください。これこうなんかずっとリップの味しかしないんですよ。でなんてつければいいんだろうね。マーミがゾンビになったらこうなるよみたいな感じで。え、なんかまつげつけるようになってるのに眉毛の下つけるの。眉毛に眉毛まつげだって思われて、ね、なんかすごいね、まつげ反対じゃん、向いてる方向。ほくろが隠れみたいになってる。いやな、唇こんな分厚くないし。でもなんか可愛いよ。ケバブ食べ過ぎました。え、ちょっと鏡で、ちょっと、え、やばいっすよ。だって2つの前歯にリップがくっついてるんですよ。でも可愛いよ。アイライナーやば。え、なんかアイライナー。眉毛2個あるみたい。じゃ見せてあげて。眉毛2個あるみたいなんじゃない？これすごくない？いや、もうこれはなんかもう、しかもこう涙袋一切濡れてないっていう。ほんとで、しかもここのでもハイライトよ、お酒じゃない別に。は、ハイライトはまあチークも可愛くない？いいですね。ただこのまあ文句文句ないです。めっちゃ可愛いよね。はい、ぜひあの強めのペットにさせてください。これなら強め三姉妹に入れてあげてもいい。あの、ずっと前歯あのこれでくっつけていくんで。でもきついわ。やだ。うん、全然可愛いけど結構ちょっと前髪下ろしておしゃれ風にしてる。あ、ちょ、おしゃれ風にすれば違和感変わるよ。じゃあ、あ、いけてるいけてる。いいよ、この感じの父さんの。なんかグロテスクなペコちゃん人形みたいな。あやかさん。
ですよ。だからチャッキーみたいな。あー確かに、うん、ハロウィンの時メイクしてくださいよ。あ、それなの、ハロウィンメイクっていう感じ、うん、ハロウィンメイクですよ、これハロウィンにやるべきメイクですよ。かわいいよね、でもはいかわいいよね。かわいいですね。うん、かわいいよで、結構、まあ、正直ね、悲惨ですね、うん、はい、ありがとうございました。次は、もし何かあればやりたいと思います。絶対やだ。なんでですか、かわいくさせますよ。絶対やだ、そういう枠じゃないいい感じ、はい、いい感じですね。じゃあ、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら、この動画いいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。イエーイ。